はい、今回紹介するのはスピーカーフォンになりますね。これは中国製の商品で、まあ読み方がちょっとよくわかんないですけど、エメットっていうメーカーだと思います。で、これですね、ちょっと開けていきたいと思います。スカイプとかですね、まあズームとかで使うような感じのものなんですけど、まあスピーカープラス、まあマイクが、セットになっている商品で、いちいちですね、ヘッドセットとかしなくても、これ一つでいけるというような商品になります。まあ、会議用とかですね、人が多い時に非常にこう役に立つっていうような商品ですね。はい、こういった商品です。結構大きいですね。でこの商品ですね、中華製の割にですね、結構高くてですね、8000円近くしました。で、レビューとか見ると、かなり評判がいいみたいで、性能がすごくいいです。という噂です。まあ、だからこれを買ったってことですね。結構重みがあるし、粗悪な印象が全くないですね。非常にこう、作りが精巧な感じがします。はい。で、まあ、ここマイクとかで、ここで操作できるっていうようなものですね。後ろは滑り止めが入ってます。で、これ、Bluetooth で、接続できるようなので、まあ、簡単にですね、自分と、その、パソコンの近くに置いて、操作できるかなと思います。はい。で、こちらの方が、まあ、配線ですね。これは充電の方です。まあ、こんな感じの内容になりますね。で、後ろの方に説明書がついてますけど、まあ、説明書はですね、日本語の方の訳を見ると、まあ、ほとんどですね、まあ、ものすごく薄い感じになると思います。これぐらいの、まあ、5ページぐらいかなっていうような感じの、内容になってます。はい。じゃあ実際ですね、これ使ってみて、どんな具合で、聞こえるのかっていうのを確かめてみたいと思います。